にちは。はい、今日なんですけど、今日はあの前にも紹介したんですけど、アートメイクのナチュラルアートメイク東京に来てます。今日は僕3回目のリタッチに来ました。アートメイクみんな興味があると思うんで、デメリットだったりメリットだったり、どういう工程でやっていくかっていうのをぜひあの動画にしたいと思うので参考までにしてください。僕美容のプロじゃないので、あの僕がやった体験談を動画にしたいと思います。個人的にこの間の2回やったんですけど、前の形がめちゃくちゃなんか気に入って3回目来ました。なんかちょっと残ってるんですけど、僕のカットの仕方が悪くてちょっとガジガジになっちゃうので、今日はアートメイクしてカットの仕方を聞いたりとか、眉毛に関していろいろ聞きたいと思います。それでなんですけど、ナチュラルアートメイク東京の詳しい情報はインスタグラムのホームページの概要欄の方に貼っておきます。じゃあやりたいと思います。レッツゴー。3回目リタッチだよ。はい、ということでこれからやっていきたいと思います。はい、それでアートメイクなんですけど、アートメイクについてちょっといろいろ施術者の方に聞きたいと思います。よろしくお願いします。すいません、あのみんなアートメイクいろいろやりたいと思うんですけど、アートメイクってどのぐらい持つんですか？大体初回は半年ぐらいなんですけど。半年ぐらい、はい、はい、でもリタッチをすると1年から、まあ、人によっては2年ぐらい持つ方もいます、はい、あ、リタッチで2回目やると1年から2年持つってことですよね。そうですね、1回目はやっぱり皆さん落ちやすい傾向にはあります。あ、1回目は落ちやすいですね。2回目から色が入るってことですよね、はい、なので2回セットで考えていただいた方がいいかと。2回セットで考えた方がいい。はい、じゃあどんな感じであの家庭はやっていくんですか、あのアートメイクの最初は、はい、まずデザインを一緒に決めていきます。まずデザインを決める。はい、はい、でその後にデザインが決まったら麻酔をします。麻酔をしてでアートメイクをやって、アートメイク色を入れるってことですよね。はい、はい、色を入れて、その後に、まあ、ワセリンを塗っておしまいになります。あ、ワセリンを塗っておしまい。はい、あ、僕も2回ほどやったことあるんですけど、全然今のアートメイク痛くなくて、今日はリタッチに来ました。1年ぶりです。3回目です。いや、ちょっと家庭だったり麻酔だったりそのいろいろやってあの動画にしたいと思います。じゃあレッツゴー。いやー、はい、はい、まずはデザインをします。左右均等になるようにデザインしてくれてます。なんかデザインもすごく丁寧にやってくれるので、そう、この間僕やった時にみんなに変わった変わったって言われて、そう、めちゃくちゃ嬉しかった。なんか写真に撮ると全然前違いますよね。はい、女性の方は芸能人とか の写真を持ってきて、あの眉をデザインするよりもすっぴんでどれだけ綺麗に眉が見えるかってことを重視してやった方が綺麗な眉ができるみたいです。なんかそれ人それぞれに合った眉を提案してくれるので、ぜひ相談してみてください。はい、デザインも何回も確認してくれるのでめちゃくちゃなんかやりやすいし安心です。はい、デザインを決めてもらいました。綺麗。それで麻酔して色を入れてワセリンを塗っていくんですよね。はい、そうです。ありがとうございます。よろしくお願いします。綺麗。はい、麻酔を塗っていきます。アイラインもやったんですけど、もう全然痛くなくて、なんかもうちょっと痛いと思ってたけど、これ麻酔しなきゃ痛いんですか？やっぱり痛いです。あ、痛いんだ。はい、いや、あれですよね。はい、麻酔できたよ。麻酔は20分ぐらいですか、待つの？そうですね、だいたい20分から25分ぐらい待ってます。はい、じゃあ眠りたいと思います。はい、はい、じゃあ色を入れていきたいと思います。いや、このラインはもうデザインでペンシルで書いてあるので、これからそれに沿って色を入れていきます。
はい、なんか麻酔、皮膚麻酔も追加してくれるみたいで痛くないのように。でも僕全然痛くないんですけど、途中で痛かったら皮膚麻酔も追加してくれるみたいです。できました、ありがとうございます。なんか最後になんか色を定着させる薬も塗ってくれるみたいです。1年前にやって結構まあ残ってますよね。残ってたんですけど、僕のカットの仕方が悪くてガジャガジャになっちゃったんです。サムネイル見てください。でも眉毛みんな見てますよね。だって僕やった直後みんなに言われた。嘘、本当みんなに写真撮った。眉毛やったでしょって YouTube でも言われました。すごい、うん、分かるんだやっぱりみんな、ね、みんな分かるみたいで、みんな気になるんですね。うん、それでパックもしてくれるみたいです。だいたい10分ぐらい置きます。あ、10分置きます。はい、10分置いたので拭き取ってもらいます。できたよ、すごい綺麗、めちゃくちゃ綺麗にできました。さっきと全然違う、すごい。はい、3回目のリタッチです。ぜひ参考にしてみてください。あとナチュラルメイク東京のあのホームページ、インスタグラムは YouTube の概要欄の方に貼っとくので、興味ある方はぜひご覧になってみてください。綺麗綺麗、めっちゃ綺麗。はい、ということで、あのやってきました。めちゃくちゃ綺麗になった、嬉しい。ナチュラルアートメイク東京さんなんですけど、なんとゲットカチャンネルを見たって方、1回は5000引き、2回セットは1万円引きしてくれるそうです。ぜひあのナチュラルアートメイク東京に行くときにはゲットカチャンネルを見たって言ってみてください。ありがとうございます。はい、ということで今日はあのアートメイクについて施術の仕方などいろいろ動画にしてみました。次は角質、足の匂い、足のケアについてのクリニックの情報をあの動画にしたいと思いますので、お楽しみに。ゲットカチャンネルでした。あと僕の SNS 情報は概要欄の方に貼っておきます。ぜひご覧になってみてください。